ジョーディ・レイニーは、テキサス州ヘンダーソン出身のアメリカンフットボール、選手。NFL で1981年、1982年の、2シーズンプレイし、4つのチーム記録を作った。これらは20年以上更新されなかった。1983年6月29日、チーフスのトレーニングキャンプが始まる、およそ1ヶ月前、 溺れた3人の子供を救おうとして、水たまりに飛び込み一人を救出したが溺死した。8人兄弟の3人目として生まれた。高校2年の時にワイドレシーバーとして、アメリカンフットボールを始めた。彼には、NCWA 一部校のグランブリング州立大学、テキサス大学、オクラホマ大学、ルイジアナ州立大学からも誘いがあったが、 NCWAI, AA ノースウ h スタン州立大学へ進学し1977年から1980年までプレーした。大学入学後彼はヘッドコーチに希望してランニングバックにポジションを変えた。1979年、1980年彼は Division IAA 校のオールアメリカンに選抜され、 またこの時未来の妻となるキャロリンと出会い大学4年時には2人の子供を設けていた。1978年10月28日のニコルズ州立大学戦では28回のランで299ヤードを獲得、後半だけで263ヤードを走り4、タッチダウンを上げチームは28から18で勝利した。彼の後半に上げた263ヤードは、 ハーフにおける NCWA 記録となった。彼は大学4年間で3047ヤードを走り31タッチダウン188点を挙げた。大学4年時の1980年にはオールパーパスヤードで全米8位となりディビジョンアイエン校のオールアメリカンに選ばれた。1980年11月22日の大学最後の試合のハーフタイム中に 彼の背番号44番が永久欠番とされるセレモニーが行われた。なお彼は1997年にカレッジフットボール殿堂に選ばれている。高校時代、陸上競技でも100ヤード走で9秒4の成績を出した。彼は大学の陸上競技チームにも所属し1981年には NCWA400 メートルリレー走で優勝した。 また200メートル競争で20秒64の記録を作った。1981年の NFL ドラフト2巡目でカンザスシティチーフスに指名されて入団した。ニューイングランドペートリオッツ戦で101ヤードを走った。彼はオークランドレーダース戦で先発出場し、ランで106ヤード、レシーブで104ヤードを獲得した。 10月18日のデンバーブロンコス戦では75ヤードのタッチダウンランを上げたかに見られたが味方のオフサイドの反則でタッチダウンは取り消された。しかしその2プレイ後に彼は82ヤードを走りタッチダウンを上げた。このプレイは1981年の NFL 前チームの中で最も長いタッチダウンランプレイであった。 11月15日のヒューストン・オイラーズ戦では193ヤードを走ったがこの試合終了後、後にプロフットボール伝導入りを果たしたエルビン・ベゼアは、俺はベストのオージェイ・シンプソン、ゲール・セイヤーズ、ウォルター・ペイトンと対戦したこともあるがディレイニーは彼らに匹敵するプレーを見せた。と絶賛した。この年彼は1121ヤードを走った。彼の活躍もありチームは、 開幕から12試合で8勝4敗と好成績を残し10年ぶりのプレーオフ進出が期待されたが、エース 9B のビルケニーが、負傷欠場し最後の3試合を連敗し9勝7敗で、シーズンを終えたが1973年以来となる、勝ち越しを果たした。シーズンラッシング記録、オイラーズ戦での193ヤード獲得、3試合連続100ヤード以上ランでの獲得。 7試合での100ヤード以上のランはいずれもチーム記録となった。この年彼は UPI 通信 AFC 最優秀新人選手、プロボールの先発選手に選ばれた。ストライキで短縮された翌シーズンは5月に網膜剥離の手術を行った影響で前年と比べて限られた出場機会となった。彼は8試合に出場し380ヤードを走り、 チーフスは3勝6敗でシーズンを終えた。彼は2シーズンで、ラン平均4.6ヤード、レシーブ平均9、L ヤード、ラン、レシーブ、リターントータルで1811ヤードを獲得、3タッチダウンの成績を残した。1983年6月29日、友人たちとルイジアナ州、モンローの公園に来ていた。彼は建設工事でできた。 広さ2エーカーのくぼみに大雨によりできた水たまりで溺れている3人の子供を発見。泳いだ経験がほとんどないにもかかわらず、助けようと飛び込み、一人の子供を救出、もう一人の子供も緊急治療室に運ばれたが、亡くなり、彼と残りの一人の子供の遺体は警察に引き上げられた。7月4日に彼の母校の高校で行われた葬儀にはおよそ3000人が、 三列誌、ロナルド・レーガン大統領は7月13日に、大統領メダルを贈ることを決定。H.E. made the ultimate sacrifice by placing the lives of three children above regard for his own safety by the supreme example of courage and compassion.This brilliantly gifted young man left a spiritual legacy for his fellow Americans, と語り。 副大統領のジョージ HW ブッシュの手によって7月15日、彼の家族に渡された。1983年シーズン、カンザスシティチーフスは、金の足と彼の背番号37番をユニフォームに縫い付けてプレーした。また、母校の法典高校は彼を記念した公演を設立した。また NCWA は1984年に、 NCWA アワード・オブ・バローを彼に送った。ルイジアナ州知事のデーブ・ト・リーンも、彼の家族にルイジアナ・ステート・シュビリアン・ブレーブリー、アワードを送った。ノースウェスタン大学でも、彼の栄誉を称えて、ジョー・デレーニー・メモリアル・アワードを創設。毎年春には、デレーニー・ボールを行っている。カンザスシティに住むチーフスのファンは、37フォーエバー・ファンデーションという基金を設立。 アメリカ赤十字と共に恵まれない子供たちに水泳を教えるサポートを行った。カンザスシティチーフスのオーナー、ラマーハントも非公式ながら彼の背番号37番を永久欠番としている。2004年に彼はチーフスの殿堂入りを果たし、本拠地、アローヘッドスタジアムのリングオブフェームに名を連ねている。 2008年に www.profotbaltalk.com がジョーディレイニー賞を創設することを発表した。ありがとうございます。